で今から授業を向かいます。水曜日だけは、朝のチャペルがないんですけど、授業は9時から始まるので、今から行ってきます。すごい眠そうな顔ですね。おはようございます。めちゃくちゃ暗いですね。まだ月が昇ってます。今朝の6時になろうとしてるんですけど、月曜日です。毎週月曜日朝の6時ぐらいから祈りの家をやってます。で、祈りの家は何個かあるんですけど、日本人チーム、日本人の生徒たち、 CF9 にいる日本人の生徒たちは、CF9 の朝を開けることになってますというか、自分たちで選んだんですけど、本当に朝から参加できること喜びです。では行ってきます。さっちゃん、おはよう。真っ暗、真っ暗朝です。これガチ頑張ってテンション高めな感じで祈りの家行ってきます。初めて、そうだね、1学期目だから初めての祈りのセット、イエーイ、楽しみ。レイカさん、さきちゃん、私でセットです。今から祈りの家が始まります。これが朝ごはんのメニューです。まなみがいます。まなみここはなぜか Yo, we're at the cafeteria right now, getting some rations, you know what I mean? これが朝ごはんで、なぜかこれだけその場で作ってくれるっていうね、こんな感じです。今全然ないですね。おいしい、まなみ。おいしいっていうか、まだ食べてない。今、朝ごはん食べ終わって、朝ごはんが終わって時間がないので急いでますけど、今から朝の賛美行きます。クラスに移動してます。3年生は1年生はIB のところで授業そのまま受けるんですけど、3年生は違う部屋行きます。どこ行きますか？私は図書館に行きます。図書館、はい、どこ行きますか？なんかあそこの一つの部屋に。そうだね。あんまり喋りたがらなさそうな感じだった。ありがとう。ありがとう。おはようございます。今日は日曜日です。普段日本人の教会行ってるんですけど、今日はアッパールームっていうところに行ってます。今すごい年季な教会です。少しその様子見せていきたいと思います。
Sam, did you get some? For you, we can't even fathom his goodness. We can't even imagine his goodness. And so I just wanted to start that way because I want to warn you, we have no idea what he might do in the 2 hours together. So. And I want to invite you to eat what I'm eating, to see what I'm seeing, and to discern what the Lord is saying to us, because I believe 2019 is under 2020 vision. And I believe, as I'm talking to more leaders, I was just in a meeting this week with some really high-level leaders. If I said their names, you would know them. And we were talking about these trends that are coming to our...